石はどうなってるんですかという質問をいただきましたのでいきたいと思います。じゃあ鉱石いきましょうかね。はい、これはこのままでとりあえずいいですかね。はい、今とってもコーヒーのいい香りがしてます。さあ、じゃあ鉱石なんですけれども、まずはですね、はい、じゃあここ先ほどのね、こちらはちょっと取っちゃいます。はい、では鉱石実際にこんな感じに、ね、なってます。先ほどもいいねって言ってくださったこのね色合いの、はい、運転席そして助手席と後席も同じ、もちろんね色合いになってます。じゃあちょっと座ってみましょうね。はい、はい、では、私がですね身長162センチですの私が座って、じゃあどのぐらいゆとりがあるのかということで、はい、出ました、じゃん。はい、エミリーボールと皆さんに名付けていただきました。まだこのボール頑張ってるんですよアウトランダー PHEV ナイトショールームでは2回目3回目ぐらいかな。はい、今夜も登場しました。じゃあこれを使っていきたいと思います。ではまず頭上からいきましょうか。はい、まっすぐねしてどうでしょうか。はい、このぐらいかな、わかりますか。2個ゴルフボール2個ぐらいかな。はい、そしてじゃあここ行きましょうかね。ここはね本当にやっぱり広いですよね。そう、ゆとりすごいです。私がもうこうやってね、うん、そうなんです、足を伸ばしてもすごくゆったり。はい、ボール 1,2,3,4,5,6 もう1個いけますね。これはねきっとね、はい、どうやったらいいんだろうでも多分、はい、ゴルフボール7個、はい、あると思いますよ。ね、いかがでしょうか。はい、他に何かボールでこの辺測ってみてっていうのありますか。はい、とっかりますか。もうちょっといいかなじゃあリクエストがあれば教えてくださいね。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあどんどん行きましょう。皆さんね、せっかくね質問を送ってくださってますから、どんどんお答えしていきますよ。ではでは続いて、はい、続いてはですね、はい、来ました、フルフラットになりますかというのをいただいてます。ありがとうございます。なります、フルフラット。じゃあやりましょう。いきたいと思いますね。このままちょうどいいですね。いきましょう。まずですね、ここ簡単です。女性の私でもこうやって前に出しますね。そしてここ、はい、でこれでまず OK です。じゃあ反対側もやりたいと思います。反対側も先ほどやったのと同じように持ち上げて、そしてはい下げますということで、はい、いかがでしょうか。フルフラット、これ本当にですね、ね、結構広いです。長さもありますね。もう本当フルフラットですっていうのはちょっとこのぐらいべったりになると皆さんわかるでしょうか。そうなんですよね。なのでゆっくりとここで寝ることができます。前回実際に寝てくださった開発者の方もいらっしゃいました。ちょっと私は残念ながら今日スカートなのでね、ここには寝られないんですけど、もしいいんだったら寝たいですねっていうぐらい気持ちよさそうなんです、ここははい、フルフラットなのでできます、はい、じゃあとりあえずここちょっとね一回ね、そして皆さんからの質問続いていきたいと思います。さあ続いては、はい、あ、なるほど、はい、あ、そうだ、こちらの質問もいただいてましたね。よくサーフィンするんですが海でドライヤーって使えますかという質問もいただいてました。ありがとうございます。先ほどねドライヤー使えますよっていうお話をしたんですけれども、じゃあドライヤー使ってみましょう。はい、ではそうなんですよね、海に行ったりするとね、帰りすごく便利ですよね。じゃあ行きたいと思いますですかね。使えてます、使えてます。今日はちょっとドライヤーをかける相手がいないのでいつもは開発者の方にかけてしまうんですけれども、髪をねなびいてるのがわからないかな。ちょっと私のもダメかなここら辺ですね。どうでしょうね、ちゃんと使えてますよね。はい、いかがでしょうか、はい、ということでドライヤーもバッチリです。ありがとうございます。ちょっとこんなの使えますかねっていうのをぜひね皆さんあったら教えてくださいね。はい、さあ続いていきたいと思います。はい、あ、今日はサンルーフ付きだ、開けられますかというね。はい、借りました。そうなんです、皆さん鋭い。じゃあちょっと一旦ここ閉めてサンルーフ行きましょうか。はい、では私は運転席に行きますね。そしてそうなんです。ではちょっと、はい、こちらそうなんです。実際このね、ここ今閉まってる状況です。でここは手で開けられますね、サンルーフ。そしてでは行きます。そしたら、どっちから行こうかな。まずは開けましょう。はい、いいですか、行きますよ。はい、はい、ということで、もう本当にねこの指先一つで開け閉めができちゃいます。はい、サンルーフでした。では終わりません、まだあります。いきますよ、カメラさん撮っててください見ててください。いきます。ほら、ということでここ開いてます。換気できるんですよ、2段階でできるんです。これ便利ですよね、すごくね。はい、でこれも簡単にね閉じることができます。はい、いかがでしょうか、サンルーフ。ちょっと開けときましょうね、こっちの方がいい感じ。はい、ありがとうございました。